ロシアのガルージン駐日大使が平和公園の原爆慰霊碑を参拝し、ウクライナ侵攻で核兵器の使用はないと明言しました。午前10時過ぎ、広島市の平和公園に姿を現したロシアのガルージン駐日大使は、原爆慰霊碑に献花し、黙祷しました。犠牲者の方々のご冥福を祈りますために、そして遺族の方々に哀悼の意を表しますために。また、ウクライナ侵攻における核の使用を否定しました。もちろん核兵器を使用する考えが全くありません。そしてその使用はありえないということをまず確認したいと思います。広島市は6日の式典でロシア代表の招待を見送りました。大使は午後、核軍縮をテーマに講演します。